はい、皆様こんばんは。11月の5日午後8時14分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日第2部の配信を行っていきたいと思いますけれども、まずね、ご案内というか、先ほどバイビットさんの方で CBX トークのね、計測期間が終わったという形になっておりますか。8時ぐらいまででしたよね。で、今配布期間に入っていて、この後午後9時から、おそらく、上場という流れになっていくんでございましょうけれども、一応ね、私の方では昨日ですよ、昨日、最終日ですかね、昨日を、あちらゲート .io からね、ビッダーを、あちら、バイビットの方に、送金をいたしまして、計測期間ね、最終日に入れた形になりましたので、どうでございましょうか。5日間平均の枚数自体がかなり少なくなっているんですかね、おそらく、先に初めに入れておいた方が良かったっていう流れになっているんですか、これは。で、一応、まあもうね、今高いですよね、本当ね、ビッダーを、送金の手数料がね、もう結構高いなと思って、まあちょっとね、送金自体を渋っていたんですけど、やっぱり参加はしておくかというふうにね、思い立って、一応ね、送りました。で、今送ったものに関しては、バイビットの方にね、まだ入っているような状況になっておりますので、一応ステーキングをね、して、ちょっとでも稼いでいこうかなというふうに思っておりますので、ここはね、よろしくお願い、まあ誰によろしくかわかんないんでございますけれども、よろしくお願いいたします。申し訳ございません。で、なんかもう一段ぐらいあるらしいですね。なんか IEO みたいなのがもう一個ぐらいあるらしいので、そこに向けてね、次もしある場合はおそらくまた計測期間っていうのが多分あると思うので、その時はね、もう初日からバチッと入れていこうかなというふうに思っておりますので、ここはね、まあまたありましたら、今回の CBX に関しては動画内でのご案内はしてなかったので、次ある場合はね、動画の中で、一応ご案内をね、させていただこうかなというふうに思っておりますので、ここはね、よろしくお願いいたします。で、あとは、今、金曜日、こちら、私はね、今、社内収録をね、行っている、ところでございます。で、仕事が、9時過ぎぐらいまであるので、ちょっと家に帰り着くのがね、10時ぐらいになりそうかなという感じがいたしているんでございますよ。ですから、先にね、重要ニュースの方だけ、別撮りをしておきますので、で、あとは家に帰ってチャート分析をね、直近のものを取り上げていこうかなというふうに思っておりますから、ここはね、よろしくお願いいたします。それでは、スパ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 行ってみましょう。ビットマン TV、花金の第2部の配信、ぜひとも楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。レッグ、お願いいたします。今日のね、第1部の配信は結構早めの配信で、11時ぐらいに配信をしたような形になっておりましたね。まあ、あれぐらいの時間がね、最高に多分ね、私も、結構いいかなっていう感じ。やっぱりこう、ね、時間も結構長めに使えますから、やっぱりあれぐらいの時間が最高ですよね。最高ですよねって言いながら、また明日昼ぐらいに戻るんだろ、お前と。頑張っていきますので、ここはね、よろしくお願いいたします。頑張って、今日ぐらいの時間に流していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。今日の重要ニュースは、4つございますので、結構ボリューミーな形でね、仕上がっていくんじゃないかなというふうに思っておりますので、いきますよ。まずはお一つ目、こちらポチッとな。行きましょう。行っちゃいましょう。はい。仮想通貨市場の強気サイクルは年内で終わらないというニュースがね、上がってきておりますよ、皆様。で、来年の3月から6月ぐらいまで延長をされるんじゃないかということがね、投資リサーチ企業の CEO の方が言っております。行きましょう。元ゴールドマンサックスで、はい。投資リサーチ企業、リアルビジョンの創設者である、ラウル・パル氏は、今年いっぱいで仮想通貨のね、上昇サイクルが終わると主張する、ソーシャルメディア上の専門家はね、間違っており、仮想通貨市場のサイクルは年内で終わらないと考えていると。しかし、その道のりはね、険しいものになるかもしれないということですね。上から下に行きますよ。11月3日のインタビューで、パル氏は、現在の強気相場が、2015年と2017年のように、12月にね、終了することはなく、はい、3月から6月までにかけて延長されるのではないかと予測をしておりますと。で、パル氏によると、いいですか？ビットコイン、イーサリアム、アルトコインの市場は、苦難の道をたどる可能性が高く、今後6ヶ月間で、まあ半年間ですよね。半年間で、あ、ごめんなさいね。2回暴落をね、経験する可能性があるというと。で、私の予測では、はい、急落が起きて、そしてもう一度それがね、起こるだろうと。なぜなら、それが最も険しい、厳しいね、道であり、市場においては最も厳しい道をね、たどる傾向があるからだというふうに語っております。で、パル氏は、イーサリアムに対して、非常に強気なね、見方を示していると。
で、イーサリアムに対してはかなり強気な見方を示しているということですね。うん、で、まあ、そのままなんですけどね。2022年後半に、あ、ごめんなさい、前半に予定されている、イーサリアム 2.0 の立ち上げと、イーサリアム上場投資信託 ETF のね、まあ、アメリカの方でございましょうか、登場が、市場へのアクセスをね、拡大させ、うん、機関投資家を引きつけ、価格上昇のきっかけになるとね、考えていると。では行きますよ。金融機関は四半期ごとに資産配分をね決定する傾向があり、うん、来年の1から3月の四半期には、第一四半期ということですよね。大量の流入があるのではないかと考えていると。で、誰もが自身のイーサリアムをステーキングすると、うん、で、利用可能なイーサが供給全体の 11% しかない中で、うん、信じられないほどの需要と供給のね不均衡を生み出すと。で、他のすべてはステーキングの中に閉じ込められてしまうというふうにこのパル氏はね言っております。で、これはつまりいいですか、サイクルが延長される可能性が高いことを意味していると。で、3月から6月までの間には延長されると思う。それは新しいフェーズにねなるだろうというふうに付け加えておりますと。で、いきますよ。あ、書いてますね。ビットコインは、2009年に作成され、これまでのところマイニングブロックの報酬がね半分になる4年に一度の半減期をベースに市場サイクルが形成されていると。で、半減期は2012年と16年に発生で、去年2020年に発生したんですよね。はい、あ、書いてますね。ごめんなさいね。直近は2020年5月に起こっていると。で、ビットコインは直近の半減期からすでに 7.3 倍にまで上昇をしており、うん、ますということですね。で、メインストリームにBTC が受け入れられるようになり、うん、過去サイクルがもはや支配的ではなくなったと考えるアナリストもいるということでございますね。で、ですから、あのね、半減期が終わってから半年間はあんまり何もないんですよ。ですから、2020年の5月から年末までってあんまり動きがなかったでしょ。で、その半年間が何もなくて、その後1年間、つまり、今回であれば12月から1年間ですよ。うん、ですから、半減期から、半年は何もなくて、その後1年間が、いわゆる過熱相場と言われるものがね、やってくる。まあ、いわゆるね、強気相場がやってくるっていうのが毎年というか半減期ごとの流れだったんでございますよ。で、このサイクルがね崩れてくるんじゃないかっていうことをこの方はとにかくおっしゃっているということで、ここはね、一応理解をねしておいてください。よろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。次はこちら、アクシーインフィニティの話でございますね。行きまーす。はーい、人気ゲーム、うん、NFT ゲームですね。アクシーインフィニティが分散型取引所をローンチしていたということしましたということでね、ニュースに上がってきております。で、ちょっと反応がありますよね、またね。うん、行きます。分散型取引所、刀をね立ち上げということですね。いきますよ。人気ブロックチェーンゲームアクシーインフィニティは4日、うん、分散型取引所デックスですよね、刀を立ち上げたと発表したと。で、同時に独自トークン、うん、浪人ですか、ロンの発行についても説明をしておりますということですね。上から下にいきますよ。分散型取引所では、うん、中央機関や中間業者を介さずにユーザーが提供する流動性プールを通じてね取引が行われるということですね。で、上から下に、うん、刀では、まあ、ここのアクシーインフィニティのデックスですよね。刀では初期の取扱い資産として以下のトークンが取引可能だと。スムースラブポーション SLP ですね。これがあったので SLP が最近爆発してたんですよね、おそらくね。 SLP が一つ、そしてアクシーインフィニティ、つまり AXS ですね。で、ラップドイーサリアム、そして USD コイン、はい、USDC、 この4つが取扱いの資産として、取引可能ということですね。で、 SLP と AXS はアクシーインフィニティ固有のねトークンだということです。で、 SLP はプレイヤーがゲーム内バトルに勝利した際に入手できるトークンだと。うん、で、 AXS はアクシーインフィニティのガバナンストークンであるということですね。で、行きましょう。はい、浪人チェーンの独自トークンロンですね。行きますよ。これに加えてアクシーインフィニティの開発スタジオスカイメイビスでいいですか、メイビスは浪人ブロックチェーンのエコシステムで使われる独自トークンのロンもね発表したと。で、浪人は、アクシーインフィニティ用のイーサリアムサイドチェーンで、うん、分散型取引所刀もねこの上に構築をされておりますということですね。で、ロントークンは将来的にいいですか、浪人ネットワーク上の取引における手数料の支払いにも使われるようになる見込みだと。またこの先浪人チェーンに構築されるゲームや製品の安全性を確保するためにも使用されるというということですね。でいきます。はい、現在いいですか、ユーザーは1日あたり100回まで無料でね浪人上の取引を行うことができるが、はい、今後はロンをね手数料として使用するような仕組みに移行する計画だと。で、手数料は非常に安いものになると予測をされておりますということですね。で、いきましょう。うん、ユーザーは刀状のイーサリアム建て SLP またはイーサリアム建て、AXS プールに保有トークンを預けて、いいですか、ステーキングすることで、うん、取引所に流動性を提供し、イーサリアムと、ごめんなさい、SLP、イーサリアムと AXS ですね、ごめんなさい、プールですね、はい、に、保有トークンを預けてステーキングすることで、取引所に流動性を提供し、報酬を得ることが可能であると。
で、総供給論の 10% が今後90日間にわたって2つのプールへの流動性提供者に与えられる形だということでございますね。でいきましょうか。アクシーインフィニティはプレイトゥーアーンとい う仮想通貨で収入を得ることができる仕組みなどにより、急速に人気を博していると。で、トークン情報サイトクリプトスラムによると、これまでにアクシーインフィニティでは合計28億ドル3180億円相当もの NFT 取引がね行われてきたということでございます。はい、まあこういった形で、まあアクシーインフィニティ書いてますね。ここ、スカイメイビスが開発したもので、ベトナム初のゲームで、プレイヤーがゲームで仮想通貨を獲得し、それをね現地の法定通貨に変換できる、つまりゲームでとにかくお金が稼げるということです。で、これがプレイトゥーアーンと言われるもので、フィリピンとかインドネシア、あとはブラジル、あとはベネズエラとかね、ああいった国々では結構流行っているらしい。なんでかって言いますと、このゲームで稼げる金額が年収を超えたりするらしいんですよ。ですから めちゃくちゃ稼げるということで、やっぱりこうね、平均年収が低い、国々の方々が結構ねこう使って遊んでらっしゃるっていうね印象が強いゲームでございますよ。ですけれども、このプレイトゥーアーンという仕組み自体は、あちらでございますよ皆様。プレイステーションであるとかね、ああいったところにもやっぱり適用をね今後されていくんじゃないかなというふうには思っておりますので、ここはね期待をねしていきたいところでございます。はい、まあそういったところが出てきたらねどうなっていくのか、やっぱりこうもしかしたらねこうね、まあ廃れてくる可能性もゼロではないので、いろんなほらだってゲームで稼げるものっていうのがそもそもあんまり今多分あんまりないと思うので、そういった意味も含めましてね、今後よりよく出てくると思うんですよ。そうなった時にあっちのゲームの方が稼げるよってなって、やっぱり人々がね群がってくるところが変わってくると思うので、そうなるとちょっとね怖い部分がありますから、ここはね、注意をしておくのがいいんじゃないかな。まあ注意というか、一定のところまで行ったら、ね、やっぱり自分で利確をするポイントまで行ったらちゃんと利確をねしていくっていう形で見ておくのがベストということでね、よろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。またゲーム系の通貨でいいんでございましょうか。エンジンコインでございますね。はい、エンジンが1億ドル規模のねメタバースファンド設立を発表したということでございます。いきますよ。分散型メタバースの実現に向けた成長戦略ということですね。いきましょう。ブロックチェーンと NFT を用いたゲームエコシステムを構築するエンジンは11月4日、1億ドル規模となるエフィニティメタバースファンドの設立を発表したと。で、エフィニティが今上がってますね。よかったと思ってますよ。今 1.5 ドルぐらいまで上がってるんじゃないんですか。ですから、エンジンのね、まあとの関係が深いこのエフィニティというか EFI でしたかね、このトークンが今上がってきておりますので、まあこれはね、一応紹介というか配信の中でちょこちょこ皆様には言っておりましたからね。ここ金額が上がってきているのはこれが要因なんじゃないかなっていう感じがいたしておりますよ。で、上から下に、はい、エンジンはいいですか、このファンドを通じて資金調達ラウンドでの株式投資や、エンジンエコシステムで使用できるトークンの購入を促し、はい、エンジン技術を採用する提携先やパートナー企業をねサポートしていくというと。で、これまでにもエンジンはメタバース開発企業との提携や、マイメタバースプラットフォームの開発などを通じブロックチェーンゲームや、メタバース領域のエコシステム構築にね注力をしてきたということでございますね。 OK でございますか。ですから、メタバース関係のまあ結構目立つ通貨の一つがやっぱりエンジンだから、ここがね気になるところですよね。やっぱりこう Facebook がねもしかしたらエンジンコインと提携を行うっていう形パターンもねゼロではないので、期待がね持てる通貨の一つにまたなってきたんじゃないかなっていう感じがねいたしておりますよ。で、上から下に流していきましょう。はい、あとはでもエンジンコインはここにも書いてますけど、マインクラフトでねやっぱりこう使われていくような通貨でございましょうから、そもそもが強いんですよ。そもそもが強い、ですけれどもやっぱりねその強さを生かして、あちら先ほど言いましたように Facebook との提携とかいう話があればね、もうね勝ち上げどころのね騒ぎじゃ多分ないと思いますから、ここはやっぱり期待をね乗せていきたいところでございます。で、いきますよ。エンジンのホーム財務責任者であるオスカー・フランクリン・タン氏は今回のファンド設立についてこうコメントしたと。いきましょう。エンジン技術を採用するパートナー企業は NFT ゲームを初期から開発するパイオニアたちであり、今まさに大きく羽ばたきつつありますと。で、私たちはエンジンチームとして長年のコミュニティの知識を生かし、より体系的なね方法で分散型メタバースをサポートしていきたいと考えていますということでございますね。で、また行きましょう。エンジンの共同創業者兼 CTO であるウィテック・ラドムスキー氏は次のようにコメントしておりますと。いきますよ。私たちが開発中のエフィニティはいいですか、メインストリームのクリエイター、はい、そしてゲーマー、そして NFT コレクターなどをポルカドットエコシステムに引きつけるでしょうと。
で、私たちの意思は、エンジンを世界中のメタバースへの相互運用可能な、分散型ゲートウェイとすることですということですね。で、このビジョンを共有する方は誰でもパラチェーンオークションに参加することができますというふうにね、申し上げております。ですからエフィニティというのがね、またさらに注目をされてくる可能性がありますよというところはここでございましょう。で、上から下に行きますよ。またエンジンは同4日、NFT 特化型チェーンエフィニティのインターオペラビリティ、はい、相互運用性機能をね実装すべく、ポルカドットによるパラチェーンオークションに入札することも発表したということですね。で、エンジンが、このオークション自体が11月のいつぐらい、10日から20日ぐらいでしたかにあるみたいな感じで言ってましたよね。なんかちょっとごめんなさい、日程がちょっとあやふやなんでございますけれども、11月中に、このね、ポルカドットのパラチェーンオークションがあるということらしいので、やっぱりこれが要因でポルカドットも上がっていってるんじゃないかという感じがいたしておりますよ。 OK でございましょうか。で、エンジンが次世代ブロックチェーンとして開発中のエフィニティ稼働に向け、だから今後ね、エフィニティも同時に上がってくる可能性ありますよね。だからいやいや、マジな話で、あの Facebook とね、マジで提携した暁にはですよ、このエンジンが、エフィニティもおそらく同時にやっぱ上がってくるとは普通に考えたら思いますのでね、やっぱり仕込みの通貨としては申し分ないんじゃないかなと。この2つの通貨ともあった暁にはさっきも言いましたけど、爆発とかいうそういうレベルじゃ多分ないと思うので、これは期待をね、ちょっとやっぱりしていきたいところでございましょう。はい。で、まあそれか、どこの協力も借りずに Facebook がもう独自で全てをね作り上げていくっていう可能性もありますから、ここはちょっとわかんないんでございますけれども、やっぱり期待感をね、して、込めていきたいところでございますよ。で、行きましょう行きましょう。まあそれがなくてもそもそもエンジン自体は強いということです。で、行きますよ。エフィニティ稼働に向けて12月2日から開始される第4回のパラチェーンオークションに参加することだということでございます。12月2日から開始されるということですか、このオークション自体は。で、まあ行きましょう行きましょう。パラチェーンとは、ここ11月中に1回あるみたいな感じで言ってた気もするんですけどね、ごめんなさいね。パラチェーンとはポルカドットに接続する、今ね裏声になりました、ごめんなさいね、独立した個々のブロックチェーンのことと。で、一方、各パラチェーンが接続されネットワークにおける中核的な役割を果たす部分はリレーチェーンと呼ばれるということですね。で、上から下に行きますよ。このオークションでの落札が決まれば、エフィニティによるポルカドットへのパラチェーン接続が決定し、早ければ年内にメインネットへのローンチとなる見込みだということでございますね。行きましょう。で、パラチェーンオークションの仕組みということですね。一応ここも読んでおきましょうかね。ポルカドットのパラチェーンに接続するには、ポルカドット本体のね、構成要素の一つである、リレーチェーン上のスロット、いわゆる貸し出し枠を確保することが必要になると。で、スロットは最もポルカドットドットをね獲得したオークション落札者に割り当てられ、一度に最長2年間のリース期間をね獲得することができますよということですね。で、また落札者がスロットを確保するにはリース期間中持ち分のドットをねロックし続ける必要がある。だからこれが要因でポルカドットがやっぱりぐんぐんと上がってきているっていうのは多分あると思いますやっぱりね。で、バイナンスは10月15日、今回のポルカドットのパラチェーンオークションに対応することを発表しており、バイナンス取引所ではすでにクラウドローン形式でのオークションがね開始をされておりますよということですね。で、エンジンは EFI、 まあこれですよね、エフィニティトークンの総供給量の最大 10% をクラウドローンの報酬にね割り当てられており、初期の貢献者は限定 NFT をボーナスとして受け取ることができるというふうに、ここはねニュースとして上がってきております。で、エフィニティ EFI は私はあちら、gate.io でね、購入しております。はい。もしね、気になる方がいるんであれば、こちらでございます。右上の gate.io でございますね。こちらは、現物の取引が結構ね、活発に行われているところ。で、日本の方はおそらく、先物 FX 関係はできないんじゃないかなというふうに思っておりますので、私自身はこちらはね、現物のみの、取引の使用だけをしているという感じですね。で、ここの右上の gate.io で、とにかく、取引が行われております。OK ですか？で、現物は、この流れの中で言っていいです。一応ね、5つの海外取引所、左上から、バイナンス、そしてバイビット様、はい、そしてゲートドット IO 様、バイナンス様ですね、そしてゲートドット IO 様、はい、そしてビットルー様、そして今大会 KCGI をやっているビットゲット様、今日はちょっと KCGI の案内ね、あまり何もなかったので、ちょっと控えさせていただきました。で、一応この5つの海外取引所を私メインとして使っております。で、左上のバイナンスと右上のゲートドット IO、 そして真ん中の段の左のビットルーに関しては現物取引を主にねメインとしておりますよ。で、先ほど言いましたね、エフィニティとかね、そういった結構マイナー通貨というですか、そういったものが取り扱い多いのがゲート .io でございます。ですからそこで購入している。で、ビットルーね、真ん中の段の左のビットルーに関しては XDC をここは購入している。 XDC はゲート .io でも取り扱いがないんですよ。バイナンスでもないのでビットルーで購入をしているという形になっております。 OK ですか。で、バイナンスはまあ幅広く前から使っていますからね、ここはまあそのまんま使用をある程度今現物買いをしている感じかな、ここのバイナンスの方ではね、そういった形で使っております。はい。そして、一番上の真ん中、はい、バイビットさんと真ん中のメインでございますね、ビットゲットさんに関しては私は
FX 関係のやり取りをこの2カ所の、海外取引所で行っておりますので、この2カ所ともね、かなりね、使いやすいです。日本の方々には、かなり優しく仕上がっているんじゃないかなというふうに思っております。やっぱり英語でね、書いてあるところもあったりするんですけども、この2つに関しては日本語できちんと書いてありますので、使いやすさがね、際立っているかなというふうに思っておりますから、もし FX をね、海外取引所でやってみたいなというふうに思っている方がいるんであれば、ぜひともね、ご登録、よろしくお願いいたします。私の、この動画の説明欄の方に、この5つの取引所全部入っておりますので、もしよろしければですね、使っていただければ大変大変嬉しいございますので、よろしくお願いいたします。動画の説明欄の方でございますね。よろしくお願いいたします。はい。そして、ごめんなさいね。この流れの中で、取引所のちょっとね、案内をいたしました。はい。あと、最後でございますね。こちら。今日の最後の4つ目のニュースでございます。行きましょう。行っちゃいましょう。はい。柴犬コインが下落と。で、大口保有者が40兆の芝をね、移動させ、憶測が広がっていますよということでニュースに上がってきておりましたので、ここはお耳の中にパチリとね、特に保有者の方は、収納をしておくべきでしょうと。行きましょう。クジラ、つまり大口投資家保有者が、いいですか ?40 兆の柴犬コイン。をその時点の価格で28億ドル、約3200億円ですよ。これを移動させたことで、憶測がね、広がり、柴犬コインは大きく値を下げているということでございます。OK ですか?で、柴犬コインは4日、コインベースとトレーディングビューのデータによると、15% 以上も下落をしていると。で、前日3日も 22% 下落をしたということですね。でも、その代わりと言っちゃなんですけれども、秋田とかイーロンとか、あそこら辺が上がってるんですよね、おそらくね。おそらく上がってると思います。イーロンとか、30% ぐらいのプラスじゃなかった。確かさっきちょっとチラッと見たんですけどね、30% ぐらいの上昇しておりました。ですから他のワンチャン系コインに流れていってるんじゃないかなっていう感じがね、いたしております。で、3人の下落、まあ一応読みましょう。3人の下落は1日の下落としては 87.6% の下落となった9月10日以来の大きな下落だということですね。でいきますよ。クジラの動機は不明ということ、イーサスキャンによると当記事執筆時点、はい、クジラは柴犬コインを4つのアドレスにね移していると。で、売りに出している兆候はないということですね。で、柴犬コインを移動させた動機は不明だが、まあ、ノリでございましょうか。ごめんなさいね。ノリじゃねえよって話でね。はい、ごめんなさい。動機は不明だが、はい。マーケットはやっぱり強くね、反応、売り圧になるんじゃないかということですよね。強く反応と。で、暗号資産調査会社、センチメントのデータによると、センチメントのデータによると、暗号資産取引所に移される、いいですか?柴犬コインが急増し、価格は下落をしておりますと。で、柴犬コインの売りが増えているようだというふうに、このね、サンティメントのマーケットアナリスト、D のイビス・ベ・ゴビック氏はコメントをしたということですね。で、同氏によると、まあ、この24時間でね、取引所に移された柴犬コインは、取引所から出ていく柴犬コインを約1兆3600億上回った。これね、取引所に入ってくるというのはマイナスです。なんでかって言ったら、売り圧になりますから。だから、取引所から出ていく柴犬コインが多い方がいいんですもんね。ですけど、今は入ってくる方が多いということでございます。で、また、柴犬コインの預け入れアドレス数は3日、1641に達し、11月1日から 142% もね、増加をしておりますということですね。で、ここの上のグラフが、柴犬コインの価格、これが緑。で、預け入れアドレス数っていうのがピンク。はい。そして、取引所への流入、流出残高っていうのが、ここ、載っていますよ。ここが、オレンジでいいんでございましょうか。の、ものかなというふうに感じております。よろしくお願いしますよ。で、盛り上がりは沈静化をしているんじゃないかと。センチメントによると、預け入れアドレスの急増は、いいですか、短期的な売り圧力の上昇につながる一方、可能性がある一方で、いいですか、柴犬コインを取引するユニークアドレス数は、10月28日の10万7000件をピークに 66.1% 減少しているということでございますね。で、いきますよ。この1週間で、盛り上がりは明らかに沈静化したと。で、センチメントのデータは、複数のクジラが保有する柴犬コインを移動させたことも表しているということですね。で、10万ドル以上の柴犬コインの取引も3日から増え始めたということです。はい。で、上から下に行きますよ。まあ、ここがね、10万ドル以上の柴犬コインの取引数ということですね。で、ツイッターやテレグラムなどの SNS 上では、今回の下落について、暗号資産取引所、クラーケンを非難する声もある。だって、リストアップする、あ、書いてません、ね。リストアップするって言ってましたもんね。クラーケンは1日、いいねがね、2000を超えたら、柴犬コインを上場するとツイートしたと。だが、7万ぐらい集まったのかな、それぐらいの数万のいいねが集まったにもかかわらず、柴犬コインはね、上場されていないということでございますので、やっぱりここがね、ちょっと期待外れ感があって、売りが出ているっていうところもやっぱり当然あるでしょうしね、やっぱり大口のクジラの方が移動させてきたっていうのも、もしかしたら売り圧になる可能性がありますから、ここはやっぱりね、注意をしておきたいところでございます。はい、そしたら、今日のね、最後、柴コインがなんで下がって
っているのかっていうのがね、大口のクジラ様の移動があったんだよっていうのはね、意識をしておきましょう。もしかしたら売り圧になる可能性がありますからね、ここは注意でございます。はい、それではね、本日の第2部の重要ニュースは以上となります。そしてはい、本日のチャート分析なんでございますけれども、一旦ここで時飛ばしをいたしまして、再開するときに何を扱うかね、申し上げたいと思いますので、そこまで一旦時飛ばし。はい、それでは再開していきたいと思います。チャート分析なんでございますけれども、まずはビットコインですね。そしてイーサリアム、そしてエンジンコインでございます。そしてファイルコインでございますね。そして、ビットコイン ST を見ていきましょう。そして最後締めくるのは、メンタルマネージャーマンを購入していたリンクでいきたいと思います。皆様、ビットマン TV の第2部のチャート分析、ぜひとも楽しんでご視聴なさってみてください。よろしくお願いいたします。パワーお願いいたします。で、今時間がですね、結構遅いでございます。10時23分ということで、先ほどもうね、5分前に帰ってきました。ごめんなさいね。で、ちょっと急ぎ目でね、行きますので、ご了承ください。申し訳ございません。立方ちゃん、頑張ってください。ガチめにお願いします。本当に 1.22 でぶち込んでおりますし、三尊形成をね、もうしているのかしていないのか、もうしている状況になっているんでございますけれども、ちょっとね、頑張って粘っていっているような状況でございますので、本当に頑張ってください。お願いいたします。では、まずビットコイン見ていきましょう。いきまーす。はい。まずは、ビットコインなんでございますけど、あのね、ビットコインがね、なんとか持ちこたえているからね、リップル、今、私がリップルポジション持っているからリップル言ってるんですけど、ビットコインがなんとか持ちこたえているんで、リップルちゃんもね、まあ、ズル落ち、もうね、莫大なるズル落ちをね、していないんじゃないかなっていう感じがいたしますけれども、ここはまあ、ヒヤヒヤものでございましょう。ですから、まずは、ビットコイン見ていきましょう。はい。ビットコインなんでございますけれども、ただいまの価格が61,600ドル付近。はい。日本円で言うと700万円ちょうどあたりをね、つけているような形になっております。で、ビットコインに関しては今日のね、何時ぐらいでしたか、ちょっとごめんなさいね、4時間足レベルで見ていきましょうかね。今日の、朝9時、昼、そう、昼ぐらいに一回ね、抜けたんですよね、これね。一回もう一回抜けてきたんですよ。この高値を結んだラインをブレイクしてきたんでございますけれども、やっぱりね、ここ、中期の移動平均線でおそらく押されて、まあ押し戻されて、まあいわゆる戻りでのね、売り圧がかかってしまってからのズル落ちで、また、この高値を結んだラインを割れ込んでしまいまして、こちら、短期間におけるね、上昇チャンネル内にもう一回また回帰をしてきました。ですけれども、いいですか？ここ、やっぱりこのラインは効いてますよね。これは何かって言いますと、この三尊形成を結構広い範囲で、三尊形成をね、大きいものを作っておりました。ね、この三尊のネックラインが、いわゆるサポートになってね、機能はしておりますので、なんとかなんとか持ちこたえているような状況で、ドルベースで行くならば、6万700ドル付近を割れ込んでしまうと、はい、6万700ドルを割れ込んでしまうと、もうズル落ちをね、やっぱりしてしまう可能性がありますし、そこはね、注意をしておきましょう。なんとか、まあ、ヒゲまで加味したらもうちょっと下目でもいいかなと思うんですけど、一応ね、ちょっとかなりね、細かい話になりますけれども、ぐーっと上げていった場合、6万、どうしよう、500、まあ、6万ドルって言ってもいいかなと思うんですよね。6万ドルを割れ込むと、やっぱり弱含みが入ってね、まずは、この4時間足レベルの長期の移動平均線、もう今5万9000ドルぐらいまで上がってきておりますから、5万9000ドルでの支えがね、やっぱり入るかどうかっていうのは、注目をしておかなければいけないところでございましょう。ですけども、今までをずーっとね、こう、流し目で見ていくと、まあ、レジスタンスとしてはパンパンパンと効いているんですけど、サポートとしてはどうでしょうかね。あまりそこまで効きは良くない感じもしなくもないかなというふうに思いますけれども、いいですか。でもまあ一応ね、意識はされるラインでございましょうから、6万ドルを割れ込んでしまうと5万9000ドル、ここできちんとね、サポートが入るのかどうかっていうのはやっぱりね、ちゃんと意識をしておきましょう。そしてあと一つ、やっぱり6万ドルっていうところを守っている要因、ここのヒゲを見ていただいたらわかりますけれども、やっぱり強気雲ですよね。強気雲の上でまだギリギリ推移はしておりますので、ギリ強気相場、強気相場継続中。だってこれ、まあ見ていただいたらわかりますけれども、一応ね、安値は切り上げて言ってるような状況にはなっていってるんですよ。ですから見方を変えるんであればね、今日午前の配信でも言ってましたけれども、こういった見立てをしている方も当然いると思います。安値切り上げの高値も切り上げていってるような状況には見ていけるよねと。ですから一応今まだギリギリね、上昇チャンネル内を、この短い時間軸における上昇チャンネル内を推移しているような形にもね、見えなくはないので、そこを意識している、相場師の方もおそらくいるんじゃないかなという感じがいたしております。安値はね、切り上げていっている、徐々に切り上げていってるような状況ですから、様相としたら悪くはないんでございますけれどもね。ここ、やっぱり強気雲の上で推移はしておりますし、様相としては悪くはないんですけれども、ちょっと日足を見ていきます。もう一回だけ。日足のMACD線のこのね、デッドクロス
その仕方がね、やっぱりちょっとこうね、嫌な雰囲気を醸し出しているというか、そこもね、気になるところでございます。OK でございますか。まあ、年末相場に向けて、まだ11月、12月、うん、あと2ヶ月間残されておりますから、まあ、どこでね、勝ち上げがあるかわかりませんし、先ほど4時間足レベルで見ました、中期の移動平均線がやっぱり頭の抑えラインになってますから、ここ、4時間足レベルですね。ごめんなさいね。4時間足レベルにもう一回だけ戻しますけれども、この中期の移動平均線ですよ。ここのヒゲまで加味したところで行くならば、どうでございましょうか。はい。62,400、やっぱりそうですね。400ドル以上で足をつけてくれれば、強さが出てくるんじゃないかなという感じ。うん。62,400ドル以上で足をつけてくれれば、強さがね、ぐっと出てくる可能性がありますので、そこに対する期待感はね、当然でございますけれども、持っていきたい次第でございます。ですから、もし短期並びに FX で勝負をするんであれば、上に上がってきた時の62,400ドル以上での足を固めていただいてからのロングイン。ここ1回じゃやっぱり薄いので、4時間足レベルぐらいで言うと、まあ2回ぐらい、2回、3回ぐらいをね、ここの値打ちでバウンドするぐらいのレベルであれば、そろそろいいかなという形でロングイン。だから半日ぐらいもしかしたらもたついて待っとかないといけなくなる可能性がありますので、そこはね、注意をしておいてください。飛びつきはね、なかなか難しい、危ないところでございますので、また上に上がってきて、売り圧がかかってずるっと落ちてくる可能性、これね、やっぱりありますので、そこは注意をお願いいたします。で、あと下に関する反発で言うならば、やっぱり、強気の雲がね、下に待ち構えておりますので、今となっては6万と700ドルぐらい、うん、ここが一旦の反発ポイントとして意識はされるでしょう。で、6万ドルを割れ込んだらもう損切りをしていくみたいな形でね、もう6万ドルを割れ込んでしまうと6万9000で支えが一旦は入ると思うんですけど、もうずるずるとね落ちていきそうな、うん、感じでも見えますから。で、その次の値打ち、もし5万9000ドルです。5万9000ドルを割れ込んでしまうと、次の注目値打ちっていうのが、5万7500ドル。OK ですか ?57,500 ドル。ここで止まるかどうか。これは、広い時間軸内における、いいですか?今これ、短い時間軸なんですけど、広い時間軸でもね、上昇チャンネルを描いていたんですよ。描いているんです。で、その抽選ライン付近がちょうど57,500ドル付近ですから、57,500ドル。で、そこを割れてしまうと、次は53,000ドルですね。一応55,200ドルで、青いライン、うん、引いてはいるんですけど、このもたつき具合、はい、ここでございますね。この部分。出来高がね、グリッと入ってきた場所がほらあるんですよ、ここ。わかります?出来高がグリーッと入ってきて頭押さえられているでしょ?ですから、この出来高が急増していった時のレジスタンスラインが、逆にサポートとしてね、転換をしてくるんじゃないかという意味合いのもと、55,280という青いラインを設定はしております。ですから、ここは薄くか、あちら、サポートとして入る可能性がありますけれども、一応ね、57,500の下は、53,000ドルっていうのが、やっぱり、うん、次意識される、強いサポートとしてはね、意識されてくるところじゃないかなというふうに思いますので、最悪その値打ちまで落ちてくる可能性がありますから、ここはね、注意をしておいてください。よろしくお願いいたします。まあ、とにかく、今からもうバチ上げてね、頑張ってくれと。まあ、安値はね、切り上げていっているので、このまんまね、上をクンクンと続いてくれれば、ぐんとね、いわゆるね、勝ち上げがある可能性もありますから、そこに対する期待感はね、当然なくしたくはないところでございますよ。私も仮想通貨業界長くいますし、当然でございますけれども、史上最高値を超えてね、発射しろ、いけ、ビットコイン、昇竜拳、バーって叫びたいです。叫ばさせてください。よろしくお願いいたします。はい。まあ、それぐらいのね、気合の入った配信をやっぱり私はね、したいと思っておりますし、うん。やっぱりここでね、どうでございましょうか。まあ、まだ全然、うん。上目線というところには変わりはないと思いますけれども、割れちゃいけないラインっていうのは、やっぱり存在はしております。5万3000ドルがもうね、完全体で割れちゃいけないラインでございます。完全体レベルでございます。はい。5万3000ドルを割れ込むと下落相場がズルズルズルといく可能性がね、ありますので、ここは注意をしておきましょう。よろしくお願いいたします。はい、次行きまーす。次は、こちら行ってみましょう。行きます。行っちゃいます。ビットコインがキングなら、イーサリアムはクイーンでございます。うざ、お願いいたします。お願いいたします。行きます。はい。イーサリアムなんでございますけれども、ただいまの価格が4513ドル付近を推しているような状況になっております。はい。日本円で言うと51万円ぐらいですかね、を動いていると思うんで、イーサリアムに関しては、今ね、落ちてきているんですけど、今ね、言いますよ。はい。押し目買いのチャンス値にほぼほぼいらっしゃいます。はい。クイーン様がほぼほぼいらっしゃいますので、ここは意識をしておいてください。で、イーサリアムに関してはかなりね、強い、うん、安値をずーっと切り上げていっている、このね、上昇のトレンドライン上ずーっと推移している、もうね、めちゃくちゃ強いね、相場感が今生まれておりますし、やっぱりね、ニュースでも最近は、うん、やっぱりイーサリアム関係ね、昨日も、ゴールドマンサックスが8000ドルをつけてくるんじゃないか。そして、口頭で言いましょうか。んとね、4800ドルぐらいまでだったら、すんなりつけてくるんじゃないかっていう風に、おっしゃっているニュースもありました。4800ドル。4800ドルというのは、おそらくこの上昇チャンネルの抽選付近だと思います。はい。でも抽選付近は4850ドル付近ですから、まあ、4800ドル
ドル付近まではね、すんなり、そこまでレジスタンスも効かせずにすんなり上がってくるんじゃないかっていうね、ニュースが上がってきておりましたので、そこは一つだけはね、お耳の奥にパチリと収納しておいてください。ですから、ここね、いいですか？落ちてきておりますけども、もうちょっと落ちてきてもいいかなっていう感じ。うん。もうちょっと落ちてくるんであれば、4430ドルとか、うん。その付近まで落ちてきたら4430。だから、今から100ドルぐらいの下落をしてきたら、ある意味、おしめ買いのチャンスとしてロングインしていただいて、上の反発狙いをしていくっていうのはね、短期並びに FX 勢もありですよという感じでございます。で、長期保有目的の方もまあとにかくね、分割エントリーの買い場所にいることには間違いございません。このクロスしている値位置は、この右上がりのなだらかなラインというのは、長い間聞いていたサポートからのレジスタンスラインなんですよ。で、これがまず1本目。そして直近でのサポートラインがやっぱりクロスしておりますので、この付近の買い支えっていうのはある程度入ってくると思うので、長期保有目的の方でも全然、うん、分割の値位置としてね、購入をしておいてもいいんじゃないかなという感じをね、いたしております。まあ一応ゴールドマンサックスが8000ドルに年末に向けてね、上がってくるんじゃないかというふうに言っておりましたから、今からまあ2倍まではちょっといかない。1.89 倍ぐらいまでは、まあ資産としてはね、上がってくる可能性もありますし、8000ドルまで上がってくればね、もう1万ドルっていうところがおそらく見えてくると思いますので、ここはまあまたさらなるね、そこまで上がってきた時は、さらなる期待感をね、込めていけるようなフェーズになっていくでしょうと。OK でございますか。で、もう一つは、やっぱりどうでございましょうかね。このオレンジのラインを突破してから入っていってもいいんですけど、上昇チャンネルの抽選ラインがすぐ上にあるので、どのみち4850ドルぐらいで頭押されると思うんですよ、うん、この青い帯帯は何かって言いますと、上昇チャンネルの抽選ラインなんですよ。ここバチ上げをしたところを起点とした時の上昇トレンドラインですね。あ、ごめんなさい、上昇チャンネルです。で、その抽選でずーっと引っかかっているので、ここを抜けていけば6500ドル付近までの上昇はね、ぐんぐんと見ていけるんじゃないかなというふうに思いますので、なるべくなら安牌を切りたい方は抽選ラインを超えてから、つまり4850ドル付近を上にブレイクしてきてからロングインをね、していくのがいいんじゃないかなというふうに思っておりますので、ここはね、よろしくお願いいたします。はい、こういった形でございます。よろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。あれ、あのセリフ言いましたかね。ビッツコインがキングならイーサリアムはクイーンでございます。キモお願いいたします。お願いいたします。言ってなかったので最後に言いました。そして連チャンで行きましょう。次見ていくのはこの通貨、行きます、行っちゃいます。皆様の皆様の大好きアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。お願いいたします。いきます。いっちゃいます。はい。エンジンコインでございます。皆様、先ほどニュースに上がってきておりました。エンジンコインでございます。ただいまの価格が 3.08 ドル付近を推移しているような状況になっております。チャンスでございます。はい。チャンスでございます。先に言っておきましょう。で、この通貨、はい。日足レベルでのマックD線右上がりで調子が良き。はい。強気相場が継続中よ。という形でございますね。そして、いいでございますか？ここの出来高のね、増加。これはね、いい形で出来高が増えてきておりますので、まあ、注目をされている通貨でございましょう。はい、出来高が増加している。ただ出来高増加をしているんですけど、史上最高値をつけた時よりはだいぶ少ないので、もしかしたらグッとね、上げが、出来高増加の上げがね、あるかもしれません。それに伴って金額の上がりっていうのもある可能性がありますので、そこに対していくと今の値位置っていうのはちょうどその起点となる場所に差し掛かっていますよというのはお伝えをさせてください。で、4時間足レベルで見ていきましょう。こういった形でございます。いきます、いっちゃいます。こちらまずは、いいですか？このエンジンコイン。はい。下にね、強気雲が存在しているんですよ。下に強気雲がちょうど存在をしておりまして、この強気雲の下端値、そしてこの青いね、2.6 ドルっていうところが被っておりますので、下端値と。OK ですか？ですから、落ちてきてもある程度、青いラインっていうのは反発ポイントとしては意識できるんじゃないかなっていう感じがね、いたしております。で、あとはやっぱりメタバース関係のね、通貨、ゲーム関係の通貨として、今後の期待感がやっぱりありますので、そして Facebook、先ほど言いました内容でございますよね。ここへの期待感もやっぱりあるかなというふうに思いますので、おそらく落ちてきたら、買いが結構ね、入ってくるは来るんじゃないかな。買い集めを行う方が結構いるんじゃないかなというふうに思いますので、そういった意味合いも含めてね、まあ、総じて言うとエンジンコインはチャンス通貨になりつつありますよっていうのは意識をしておいてください。落ちてきても 2.6 ドルっていうのがある程度固めには効いてくるでしょうと。OK ですか？で、あと一つ。はい。ちょっと今の消しましたけれども、ここね、トレンドラインを引きますよ。こういった形。はい。引きます。ちょっとヒゲは。ちょっと切りましょうかね。はい、こういった形で、あとは高値に関してはまあ一定値っぽくは見えるんですけど、一応切り下げでいきましょうか。切り下げでで行くならば、三角持ち合いをね、今作っているような状況にはなっておりますので、うようよーとこのオレンジのラインを境目にある程度押されてますからね、うようよしていると。ですから、オレンジのラインを突破してきてロングインをしてもいいんですけど、一応今三角持ち合い形成中ですので、安牌を切りたい方がいるんであれば、この三角持ち合いの上端値、つまり 3.3 ドルぐらいをつけてきてからロングインをしてね、上の上昇を狙って
っていくという形で見ておいてもいいんじゃないかなというふうに思っておりますので、そこはねよろしくお願いします。もしこの三角持ち合いを上に抜けていった場合はいいですか、1.2 ドルぐらいの上昇が見ていけますので、 1.2 ドルぐらいですから 4.2 ドルぐらいまでの、4.2 ドルぐらいまでの上昇は見ていけるんじゃないかなという感じがいたしておりますので、ここに対するね期待感を持っていきましょう。ですけどその1個前にねやっぱり、4ドルぐらいはつけてましたもんね、市場最高値で。だから4ドルぐらいで一旦この市場最高値、はい、ヒゲまで加味した市場最高値が、3.98 ドルぐらいでございますから、もう 3.9 ドルぐらいで、ちょっと利確をね、半利確、ぐらいはしておく。そして残りの玉を 4.2、 まあでもどうでございましょうか、結構近いのでね、この三角持ち合いが作られているところと市場最高値、抜けていった時の目標価格と市場最高値が近いので、まあ 3.9 ドルぐらいで全部流して上にブレイクしていってからもう一回入り直すとかいう形でもいいかもしれません。で、やっぱりこういった通貨ね、短期的に勝負するとまだまだほら上がっていく期待感があるじゃないですか。ですから利益も取っていかないといけないし、長期でも持っていかないといけないという形でございますから、ちょっと玉量多めで、利確するときは、全部利確して流すんじゃなくてちょっと持っておくっていうのは心理的にはいいですからね。 OK ですか。でも玉量多めに仕込まなくても、どうでございます、長期保有目的のものをちょっと残しておくっていうのはありかなというふうに思っておりますので、ここはね、そういったトレード、まあ、いわゆる心理的にある程度安定するようなトレードをね意識しておきましょうということでよろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。次はファイルコインを見ていきましょう。ちょっとごめんなさい、リップル見させてください。大丈夫ですね、はい、 OK です。上に上がってきてください、お願いします。ガチめにお願いします。もういいんですよと、スウェールが火曜日になります、もういいよと、週末にかけてぶち上げしてください、はい、もう2ドルぐらいバチンと一気につけてくれないかなというふうに本当に思っております。でも今のは別に2ドルを目標にしません。私 1.68 ドルで利確ポイントを定めておりますので、とにかく上がってくれリップル様、お願いいたします。ごめんなさいね、話脱線いたしました。ファイルコインを見ていきましょう。上から下に流していきます。はい、ファイルコインどこにいるかなということなんでございますけれども、どこかなということで、あ、いました、はい、こちら行きます。はい、ファイルコインなんでございますけれども、ただいまの価格が、63.7 ドル付近をね推移しているような形になっております。で、まあどうでございましょう、この人がもうちょっと上昇チャンネルを上げてもいいですかね、修正しましょうね、抜けていってもパチ上げがないので一応修正をしておきましょう。ヒゲまで噛みしてここやっぱ押されてますので、上昇チャンネルもうちょっと上目でね、設定しておいてもいいかなという感じという風になると、まあ、ごめんなさい、下落チャンネル、ごめんなさい、下落チャンネル、広い範囲でいくとこれですからね、広い範囲でいくとここなんですよ。ですからまだまだ先っていう形なんでございますけども、一応ここで設定しておきましょうかね、下落チャンネル、はい、下落チャンネルはここで一応設定しておきましょう。で、ちょっと厳しめにねつけていたんですけども、一応こういった形でつけてはいたんでございますけれども、実践としてそこを見ると抜けてるんですよ、抜けてるんだけどパーンと跳ね上げがないので、一応ね広い範囲か、もしくはここ直近で押されているところ、もともと引いていたのがここです、実線で押されているこのね実線ありますね、ここ、はい、引いていたんですけどなかなか反発がないと、まあもともと引いていたところで考えていきますと、ちょっとこっちでまずいきましょうか。マックディさん右上がりで申し分ないんですよ、いいか、マックディさん右上がりで申し分ないです。ですけれどもいいですか、ここ見てください、はい、短期と中期の移動平均線がここが頭の押さえのライン、私の息子が叫んでおります、はい、頭の押さえつけラインになっている感じもね当然いたしますから、ここを抜けていかないと、まあ、上に上がってこないんですけれども、こちら雲を見てください。分厚い雲がね待ち構えているので、ここねいいですか、短期並びに中期の移動平均線をブレイクする、つまり64ドル以上で実線をつけてくればガンとした上げがあるんでございましょうけれども、70ドル付近で、やっぱり64から70ドルぐらいまでは一旦ね取れていけるかなと、まあ一番最高マックス72ドル付近でございましょうか。72ドル付近まではこれね64から5ドルぐらいを実践でつけてくればカーンとね跳ね上げがある可能性がありますので、ここは期待感が持てるところなんですけれども、上昇チャンネルをどのレベルで考えている方がいるのかによります。ここで考えていればまだ抜けてないんですよ。でここで考えていれば当然まだまだ抜けていないので、ちょっとねファイルコインは微妙な感じもいたしますよね。一番厳しめにつけたラインは抜けているので、それを考えるとロングチャンスの場所という形になっております。であとは4時間足レベルで見てみると、マックD線がねゴールデンクロスを起こしかけておりますし、一応この4時間の雲がね支えとしてあるので上に上がりそうなんですけれども、この長期の移動平均線、4時間足レベルの長期の移動平均線もちょっと邪魔にはなっている感じもしますよね。だからちょっと微妙なところ、いろいろ、64ドルを抜けていったら跳ね上がりそうだけど、4時間足レベルのこのね66ドルという長期の移動平均線でも押されそうなので、本当の本当に安牌切るんであればある意味こうですよね。ちょっと伸ばしますよ、ごめんなさいね、
ヒゲまで加味したとこ考えてもこうなるので、まあ、ある意味、ここ、もう66ドル。つまりこの長期の移動平均線を超えていってからロングインをして、70ドル、71ドル付近を狙っていくっていう形がね、最もいいのかもしれませんね。これは、4時間のヒゲで押されているっていう側面もやっぱりあるかなというふうに思いますので、そうです。それがいいかもしれませんね。だからもう一回言いましょう。訂正しておきましょう。ちょっと、緩めにつけました。で、行きましょうか。66.35 ドルっていうのが今、4時間足レベルの長期の移動平均線待ち構えておりますから、このラインを抜けていけば、もう、下落チャンネルも上にブレイク、そして長期の移動平均線も上にブレイクする形になりますので、上を遮るものがおそらく何もないような形になります。もう雲以外は。ですから、この雲のね、形、つまり7、まあ時間的に流れていくでしょうから、70から71ドルぐらいを目指してね、利確をしていってもいいんじゃないかなというふうに感じておりますので、ここはね、もうちょっと辛抱のね、相場になっていくかなという感じがいたしますので、よろしくお願いいたします。はい、次行きましょう。次はこちら、ビットコイン ST、 BTC、BTC ST を見ていきましょう。はい、行きまーす。はい、ビットコイン ST なんでございますけれども、ただいまの価格が37ドル付近をね、うよ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 と推移しまくっております。で、一応ね、 MACD 線が右上がりで、ちょっと下落相場、弱気相場がね、継続していくかもよというサイン、ここゼロラインを突破していく、下にずるっと割れ込んでしまうと、あちら弱気相場がね、継続中よという状態の示唆になりますけれども、一応ね、弱気相場継続中よというふうに言ってはいるんですけども、下げがね、なだらかすぎますね。で、4時間足レベル見てください。こういった形。あのね、弱気雲でやっぱり上が押されているっていうのが、これね、ずーっとちょっと抜けたいんだけど抜けられないね、要因におそらくこれなっていると思うんですよ。ただ、薄いので、いつ発射してきてもおかしくない感じはしております。で、いいですか？ここの様相と全然違うでしょ？ここ、高値を結んだ、ちょっと消しますね、雲ね。高値を結んだラインが1本、2本、3本あるんですよ。で、これ、傾きを見てみてください。これね、高値を結んだラインが、ここ1本目は結構ね、急な傾きを表してますね。で、徐々になだらかになっていってるでしょ？で、最終的にもうなだらかというよりも、もう平行線になっていってるので、今もう売り買いもね、もうほぼほぼない状態で拮抗している感じで、もうあの移動平均線も平行線になりそう。雲も4時間足レベルで結構薄い感じがいたしますよね。で、4時間足レベルの MACD 線ももうほぼ平行線。ただ、一番嫌なのが日足の MACD。あれが、ちょっと一つだけ落ちる要因になるかもねっていうことなんですけど、それ以外であれば、なんかこうね、いつこう発射してもおかしくないような感じはしております。OK でございます。ですから、もしかしたらそのゴングが、この日足レベルの MACD 線のゴールデンクロスの可能性がありますので、あとは出来高がね、こういったね、いいです、うようよって動いている時にいきなり出来高がポンって上がったりするんですよ。でもチャートには全然影響がなかったりするので、そういった時にはちょっとおチャンスかもなっていう形で、玉を仕込んでおいてもいいかもよっていうのはね、一応お伝えをさせてください。よろしくお願いします。全てが全て上がるわけじゃないんですけれども、出来高が増えるってことはどっちかしらに大きく動く可能性があるよということでね、ちょっと意識をしておきましょう。ただこの傾きのなだらかさがちょっと気になるので、結構ね、ちょっとこうどうでございましょう。一回ぶち上げていった後の、今どれぐらい戻してきております？そこだけは確認をしておきましょうか。上昇起点から考えていくならば、ここですよね。はい、上昇起点から考えていくならば、もうね、どうでございましょう。はい、もう6割戻し、もう7割戻し、そうですね、7割戻しぐらいまでは戻しておりますので、そろそろなんかこうね、ちょっと底打ち感というか、ちょっと、売りがね、入りすぎていて注目されてグッと上がってきてもいいんじゃないかなと。おそらくビットコインが、やっぱりこれ、どうでございましょう。これは、マイニング通貨でしたかね、おそらく。マイニング系通貨だったような気がしますので。でも、マイニング系通貨だったらマイニングが結構盛んになっているっていうニュースも上がってましたからね。もしかしたら本当に直近でね、いきなりのバチ上げがある可能性がありますので、これぐらいうようよしていると。OK ですか？ちょっと枚数仕込んでいってもいいかもねっていう通貨には、今間違いなくなっておりますので、ここはね、よろしくお願いいたします。もうちょっと下げすぎている感じがね、いたしますので、お願いいたします。はい、そして、今日の最後見ていきましょう。今日の最後はリンク様でございます。はい、私のメンタルマネージャーが利確をしたリンク様。ただね、アクシーインフィニティはまだ持っているような状況になっておりますので、まあプラマイゼロぐらいでございましょうか。リンクを持ち続けていてもアクシーインフィニティを今持っていますけれども、そこを加味してもまあプラマイゼロぐらいかなという感じで、リンクに関していくと今日ね、カチンと上げたんですよね。これはやっぱり直近で言うところのこのサポートラインがやっぱりバッチンバッチンに効いてますよね、ある意味。落ちてきてから勝ち上げをねしておりますので、今この状態でいくならば、まあどこぐらいをまあ目指していくのかっていう、まあ目標価格をね、一応お伝えしておこうかなと。まず一つ目はここ分かりますよね。頭を押さえつけられているライン。やっぱりここは意識されていくんじゃないかなと。36ドル付近は一つオレンジラインをね、引っ張っておくべきラインの一つでございましょう。はい、ここでございます。 OK ですか？で、1回、
そして戻り高値の2回目。そして上がってきたんですけども、押されてここでね、レジスタンスされてズル落ちしてきた。戻り高値はここでございますね。OK ですか？反発してきてポーンでございます。はい。ですから、このラインは確実に意識はされてくるでしょうから、上がってきたとしてもまずは36ドル付近。で、そこから先、三角持ち合いが意識されている感じにもなっておりますから、三角持ち合いを意識している方が多いんであれば、これはね、結構な勝ち上げがある可能性がありますよ。バチ上げです、いわゆる。ちょっとこれね、かなりオーバーかもしれませんけども、10ドル付近から50ドル、40ドル上昇。つまり、30ドルから40ドル、70ドルぐらいまでの上昇がワンチャン見ていける可能性がありますので、そこは意識をしておきましょう。ただその前の壁としたら36、そしてここですよね。やっぱり史上最高値の52ドル、そこを超えれば70ドルという上のフェーズにね、上がっていける可能性がありますので、ここはね、ちょっと期待感を持ってね、行きたいところでございます。はい、それではね、本日第2部の配信は以上となります。そして行きましょう。チャンネル登録者様の数がなんといきますよ、なんと9834名の方に登録をしていただいております。ありがとうございます。皆様本当にありがとうございます。皆様の高評価であるとかバットボタンでも全然構いません。はい、あとは、やっぱりね、ご視聴していただければ、あちらでございます、はい、YouTube のおすすめというところに上がっているわけでございます。もしよろしければですね、ご視聴して、まあ、ここまでご視聴していただければね、本当に、いつもご視聴していただけているのかなという感じがしております。ありがとうという形で、本当にありがとうということでございます。はい、そしてコメント等もね、お待ちしておりますし、もし初めて聞かれた方でここまでね、こう長いですけどね、一本あたりの動画がここまでもし聞いていただいた方がいるんであれば、ぜひともね、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。そしてあとは、海外の取引所の方もね、もし作っていないところがあるんであれば、一応私自身が、全ての取引所を使っているような形になっておりますので、もしよろしければね、リンクの方もご活用いただければ、私ね、喋る糧になりますので、もしね、よろしければよろしくお願いいたします。動画の説明欄の方に、全て、入っておりますので、リンクが貼ってありますので、ご活用いただければ嬉しい限りでございますので、よろしくお願いいたします。はい、そして、あとはごめんなさい、あと一つだけ、ツイッターの、あちらでございます、リツイート並びにね、いいねボタン、本当にね、していただいて本当にありがとうございます。はい。こちらがやっぱり要因で視聴回数もね、最近結構ついているような形になっておりますし、登録者様もずんずんとね、上がっていってるような状況になっておりますので、本当に皆様にはね、感謝感激、本当に感謝の言葉を申し上げます。本当にいつもありがとうございます。はい。もしよろしければ、引き続きね、していただければ嬉しい限りでございます。はい。それでは、本日第2部の配信は以上となります。明日はね、また昨日ぐらい、今日の第1部ぐらいのね、早い時間に流していきたいなというふうに思っておりますので、それまで楽しみにお待ちください。それでは、おやすみなさい。では、バーイ。